ハロ効果を行うアメリカ空軍のパラレスキュー隊員、高高度効果低高度解散は、パラシュートによる潜入作戦に用いられるために開発された効果方法。ハロ効果とも、市人外である高高度を飛ぶ航空機から降下し、自由落下して低高度でパラシュートを開き敵地に降下、潜入する方法である。航空機が高高度を飛行するため、 敵のレーダー網による警戒を比較的回避しやすく、エアボーンの実行を察知されにくい利点がある。一方で、高度1万メートルでは、気圧が地上の1、4、大気温は氷点下50度を下回ることがあるので、航空機には減圧システム、ダイバーは酸素マスクと防寒着衣が不可欠である。高火事に解散している時間が短いことから、敵から発見、 探知される可能性が低いため、国境付近などの潜入任務に用いられることが多い。高高度から飛び降りるという性質上、酸素供給システムと防寒装備がなければ失神する危険性がある。航空機の予圧室から急激に減圧状態に、さらされると減圧症が発症するため、完熟暴露させておく必要があるが、強烈な寒さや気圧の変化に長時間さらされるため、 頑強なダイバーであっても体調不良を引き起こすことがある。ハロを行う隊員はパラシュート降下訓練が十分に行われていることが望ましい。低高度で解散すること自体が危険に思われるが、ダイバーの終端速度は約時速3 0 0トルのため、一般の降下作戦と比べても速度に関する危険性自体はほとんど変わらない。アメリカ軍ではハロは 他の空挺部隊と違った装備が支給される。例えば、パラシュートなどは、円形のものではなく、パラグライダーのような四角いものが採用され、空中での操作性を重視している。ハロでは、降下地点がほとんど限定されているため、ハホなどの任務にも欠かせないパラシュートである。007トゥモローネバー大ジェームズ・ボンドが沈没した艦を捜索するために、ベトナム領に降下する。 ゴジラゴジラ主人公、フォードの所属する特殊部隊が核弾頭確保のため、ゴジラとムー島が激しい戦いを繰り広げるサンフランシスコに降下する。ネイビーシールズテロリストの居場所を知る情報屋の身柄確保のため、他国領内へ潜入する際に行われる。乱暴、怒りの脱出主人公、乱暴がベトナムに取り残された捕虜を救出するため、大のアメリカ軍基地から、 偵察機で出動し、ベトナムのジャングル上空で降下を開始しようとするが、ベルトが絡まり降下不能になる。だが、持参したコンバットナイフでベルトを切り難を逃れる。虐殺機関主人公の所属するアメリカ情報軍特殊部隊が、破壊国家を次々と国家規模の大虐殺に至らしめ続けるテロリストの特定に至ったため、この逮捕のために実施。 清掃圏のステルス起爆弾層から6機の短座効果カプセルに入れられ投下。カプセルは J ダムのように動力で誘導され、低高度に至るとクラスターグレネードを投射、脅威度の高い目標に対して射撃を開始、パラシュート、逆噴射、そして着陸客によって直立状態で着陸した。このため隊員は即座に走り出しヘルメットの HMD 映像により、 混乱状態の敵の指定だけを奪った状態で高度な連携を保ち戦闘を開始できた。カプセルからは同時にチェーンガンを搭載したドローンも射出され近接航空支援を開始。武装組織に組織的抵抗の暇を与えなかった。これら装備は自動的に溶液し証拠を開けされた。撤収にはヘリコプター等の支援を必要とした。アルマにプレイヤーが所属する。 ホースリーコンの訓練の一環として行われる。ミッションエディットにおいてもこの要素を再現可能。エースコンバットアサルトホライゾンミッション11ホスタイルフリートにてハンマー隊とゾイヤー隊がロシア首相を救出するためにヨットに降下する。バトルフィールドサングラの工作員テミトリ・ディママヤコフスキーがアゼルバイジャンでの作戦で降下する。メタルギアシリーズ メタルギアゴーストバベル敵要塞への潜入時に行う。メタルギアソリッドンネイキッドスネークが敵地への潜入時に行う。なお作中設定としては人類初の春効果という設定となる。プラアンノン S バトルグラウンズ効果してプレイを開始するために行う。ラチェットクランクラチェット、レンジャートルーパー、クロック、ゼファーがミッション開始時。 および新ステージ到着時に降下することがある。この時、パラシュートを使用しない。また、作中では、ヘイロージャンプと呼ばれている。樹海戦線、CIA 要員である、ベトナム系アメリカ人、ポール・カイナードが、職業上報官訓練中に降下技術を習得。CIA の旧ラオス王国内の秘密拠点から、旧北、ベトナム領内へ潜入する際に用いる。 チドロの戦場 SAS に所属する、ダニー・ブラックとスパット、グローバー、ケイトリン・ウォレスがトルコとイラクの国境に潜入する、際に用いる。ありがとうございます。